はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールド国際プロレスシリーズ始めていきたいと思います。今回が、1981年1月のニューイヤーパイオニアシリーズの、第6回目となります。いよいよニューイヤーパイオニアシリーズも、終盤戦、今回は6回目で、次回7回目で、おそらく最終回になると、思われます。そんなファイプロの6回目です。はい、では行きましょう。まずは、1月24日までやってるから25日、名護市大か、これタッグマッチだ。タッグマッチ、あれ？はい、寺西、サム、マッハ、隼人組。対、鶴見五郎、大山勝三の独立グレン隊組ですね。で、行ってみたいと思います。はい、今回もツイッチで配信を行っております。ぜひツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please、はい、YouTube にアーカイブを2日後にアップロード予定です。21時、です14日21時にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel upload 2 days after my YouTube channel channel subscribe do and good button please、はい、旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひ、アクセスしてください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX my account pleaseVisit and follow and repost and good button please。 さあ試合が始まっております。まず、今ですね、大山とマッハ隼人が、先発で出ております。ルーテーズ杯もですね、いよいよ大詰めということで、敗者復活戦として D ブロックが新設されました。なんとラッシャー木村もこちらに回りになってしまったということで、スイーターン戦敗北が痛い。スイーターン戦じゃなくてマイク・ジョージ戦敗北が痛いですね。ということで敗者復活戦、まあ最も次のシリーズとの日本勢は総合の結果になるんですが、なぜ敗者復活戦があるに出るのかわからないですね。ラッシャー木村が外国勢のみじゃないのって思うんですけど、
外国ではこのシリーズの上位ですからね。さあタッチ、画面かきむしり、ネックブリカードロップ、沖縄シリーズもいよいよ、最終戦名護市大会が行われております。グランドヘッドロック、釣り天井です。鶴見タッチ、ダブルのブレーンバスター。そしてこれはまあ場外なのでカウント取りません。さあ場外カウントは数えられております。さあ、寺石が出てまいりました。膝十字、さあレッグロック、サイドマッハにタッチ、綺麗、スムーズなタッチが行われておりますが、おっとカーテンをかかずマッハ手返しが出ているぞ。これはいけません。さあおっとリバースへ返すマッハ、足を攻撃する。今度はデスバレーボーム鶴見、さあ鶴見は大山にタッチ、アーブリーカーです。マッハを攻めます。さあしかしこれも鶴見剣にないです。ダメージ与えてから仕留めようという構えか、マッハに狙いを定めたか。おっとブレーンバスター、マッハ、手足にタッチします。おっと巻き投げ一戦、パワースラム気味の巻き投げですね。さあこれ寺石のブレーンバスター、丸め込んだ寺石、鶴見間に合うか、自力で2で返しました。大山活動、ネックブリカードロップ、寺石、今度は大山のブレーンバスター得意技です。さあ寺石戻ってまいりましたが、マッハにタッチ、マッハ、お大山も鶴見にタッチ、お今度はんダブルブレーンバスター寺西にかけます。剣にあるのはマッハ、さあ関節技だ、おパンチ、カバーに行きます。カウントワン、さあ13分14分を経過します。さあ再度またアームブリーカーだ、手足がすくいに行く、画面かきむしり、おっと急所攻撃だ。さあお丸め込んだぞ、カウントワンですか。さあ今度はリバースへ返す、マッハの剣闘が光ります。さあ大山にタッチ、入り乱れております。大山バックドロップ、おっと手合衆がカバーに行くが、鶴見がカッチと思ったら、今度大山がボストンクラブ、大山と手合衆、手合衆は丸め込む、その間におっと逆さ抑え込み、大山カウント2、ダブルをドロップキック、鮮やかです。手足逆さ抑え込みカットに行きます。そしたら手足はアーブリーカー、権利はしかし権利はありません。大山です、権利持っているのは。手足下がってマッハにタッチ、もっとおっとモンキーフリップ、手ないし、さあこれをマッハが託し、カバーに行きます。
吐き投げ、パンチを打つ、ロープに踏み込んでショルダースルー、崩します。追い山かツーミータッチ、デスバレードボーム鶴見、そして逆さ抑え込みだ鶴見、さあこれカバーに行くカウント2、なんとか肩上げるマッハ隼人、おっとマッハ隼人腕絡み、手足タッチ、入れ替わる、ドープキック、場外出します。おっとこれ権利があるのが鶴見ですからね、ダブルドープキック、おいやを助けに行きますが鉄柵に、さあもう場外で入り乱れた戦いを、両者戻ってきました、丸め込む、カウント220分をすでに過ぎております。本山ヘッドパンチ、それを鶴見がカバーするが、これは相手側コーナーに近かった、おっとキャメルクラッチだ、本山助けに行くが、お気にはない、マッハにタッチ、ダブルドロップキック、連携技、おっと急所攻撃、噛みつきだ、手合し思い切り手足を額から出血です。さあ権利があるのはこれマッハですね、意味合いとります、本山とマッハが権利、さあジャベです、決まったか、決まりました、マッハ隼人メキシカンストレッチが大山を沈めました。さあ次はですね、マイティ井上とベン・アレキサンダーのシングルマッチ、シーツではマイティが勝利しておりますが、どうなりますか、マイティ・ノエ対ベイン・アレキサンダーのシングルマッチです。投げです、そしてボストンクラブへ、ダースキック、さあ正常期パンツのベアレキサンダー、井上のパンツとすごい似てるぞ、込んで、おお、スピングとホールド、そしてボストンクラブへ、お2位ですね井上丸7、そしてストマックブロー、そして DDT、
ブランドンヘッドロックに入ります。プレーバスター上がらず、逆に井上が決めました。さあ場外戦になるか、いや待ちますね、深追いしません。ベンアレキサンダー、アウト、飛び込むが、これを井上うまくかわす。アウト、今度はアレキサンダー DDT。 さあパンチとチョップの打ち合いになります。そしてまたスピニングトーホールド巻いて井上丸め込む、カウント2、巻き投げからエルボー崩れ落ちる、おっと腹固めだ。軌道締めます、丸め込む、カウント2、エルボーです。カバーに行きます、指で逆肩で固める、スタックブローからサマーソルトドロップ決まりました。ハマ見てたら、ハマ亮太がなんかあの体型でサマーソルトドロップしてすごいなって思いましたね。ハイプロ見てたらバックドロップ、おっとスマックブロー、そして丸め込む、カウント2、パンチ、今のとこ井上ペースですね。アレキサンダーどずっとこけてしまう、ヘッドバット、キャメルクラッチに行こうです。そしてバックドロップ、大技炸裂、井上、そして丸め込む 2.9、 惜しくも。さあパンチ、ベン・アレキサンダーラフに行こうです。ドープキック、またストマックブロー、これ効きますね。ちょっと結構余裕がなくなってきたか、おっとハイフロントハイキックだ、ベン・アレキサンダー巻き投げから井上バックリップ、パンチ、そしてあとパワーボム投げっぱなし、カウント2、井上返します。ブレーンバスター大技、おフライングクロスチョップ、空中技炸裂です。カバーに行きます、スリーカウント決まりました。12分20秒、マイティ井上が片指固めで勝利を奪いました。背面式片指固めですね。フライング、井上のフライングクロスチョップは技があるんですよね。さあ次はルーテイズ杯予選 D ブロック敗者復活戦です。外国人同士の戦いになります。こちらですね、ボブスイータンで、そして、ジーンベーダーロベルトソト、インベーダー1号、行きましょう。ボブスイータン対、ジ・インベーダーロベルト・ソトとのシングルマッチです。シングルマッチルーテイズ杯予選 D ブロックです。お、手数出さなかったけどまあいいか。
さあこれで終わった、沖縄シリーズは終了。山形県羽黒町に向かいます。パンチを打つ。カバーに行きます。そして足音の字。戻ってきます。サイドスープレックス。2.9。カート2。カバーに行きます。スリーカウント。スイタン敗れましたね。ジ・インベーダーロベルト・ソトが勝利です。
さあ、これでですね、次が29日、山形県羽黒町ですね。羽黒町は今の鶴岡市の一部になっております。まず米村勤む天心対、こちらが高杉正彦ですね。日本人同士の対決。第何試合かな。第2試合なんで20分ですね。行きましょう。米村勤む天心対高杉正彦のシングルマッチです。カートワン。カート2。そしてパイルドライバー。
ば、カード2、カード2、カード2が続きますね。2.9、カード2.9、カード2、カード場外戦へ。20分の一本勝負ですからね。固めます。カウント2、起きてやばい、ベアハックです。締め上げる、決まりました。高杉が勝利です。さあ続いて、寺西勇対、ジムスターで誰だ、ジムスター、ジインターンですね。ジインターン2号、1号か。30分一本勝負でいきましょう。手足勇対、ジムスタージインターンのシングルマッチです。
て。カード2。さあ首を締めます。カウント逆させ込みだ。カウント2。バックドロップや、じゃあジャーマンかな。 2.9。 カウント2。カウント2。さあ足を進める。イス攻撃、さあカウント15だぞ。戻ってきました。そしてあとアトミックドロップカバーに行きます。カウント2。倒しまして、おっと足音の字だ。決まった。手合いし、貫禄の技の勝利です。
さあ最後に、ルーテズ杯予選 D ブロック行われます。ラッシャー木村とジ・インベーダーとなります。ジ・インベーダー、ロベルト・ソト、さあルーテーズ杯ということで、ちょっとルーテーズを起用しよう。さすがに今回は20分一本勝負となります。公式戦です。ラッシャー木村対ジ・インベーダー2号ロベルト・ソトとの一戦です。公式戦 D ブロック敗者復活戦となります。サイドバスター、カート1です。カート2、カバーに行きます。
あと2。バックドロップ。2.9。ボディスラム。して。おっとコーナーポストに締めて蹴りで攻撃。場外へ。カバーに行きます。スニーカーと入ってしまいました。破れてしまった。
ことで、このキャワリこぼしチョップってなんだ。パイルドライバー。パート2。ブレーンバスター。パンチを打つ。リスラムカバーに行く。トップキック。エルボは不発。逆に上がってエルボー、これは決まった。キャメルクラッチですね。
丸め込む。サイドスープレックス。ヘッドバット。あのっぽい戦法です。トップキック、パイルダイバー、逆にブレーンバスターで返す。パイルドライバー、もう一回ドブキック、ドブキックは不発、パンチ、お、リバー正解して、どうするんだこれ、上げて固めました、カート2で、エルボーですね、決まりました。お、バックの取り合い、ちょっと疲れてますね、インベーダー。ショック。ファイルダイバー。パンチ。ヘッドバット。お？また上げて固めました。 2.9 追い詰めるが、お、ぜひ、Twitch のアカウントフォローいただければ嬉しく思います。飛び込むんだ。お、これはテキサスクローバーホールドかな。おっと、あ、落とした、エルボー落とすが、サイドスープレックス、そして固めます。 2.9 さあ固めて、ラリアット、エルボー、サイドスープレックス、そしてまた固める。 2.9不発、おっと隙を突かれた、そしてパイルドライバー、さあロープに振ってフライングボディアタック、3カウント、
さあもう1試合だけ、いきましょう。誰がいいんだろう。こちらですが、バックはこれ背骨折りですね。コルデロ行ってみるか。30分。四の字。パンチとキックを打つ。おっと、落とす。そしてサイドスープレックス。これは避ける。ヘッドバット。取りまして、足を蹴る。パンチを打つ。連打だ。そして足を攻める。トップキック。ヘッドバット。エルボーからトップキックは不発。さあこれはハマーロック。トップキック。起き上がりこぼし式チョップ。カバーに行きます。2カウント2です。おっと後ろからバックの、しかしこれは反則です。なんだ今のは。おっと蹴りの連打。回し蹴り。回し蹴り。そしてパンチ。ハンドパンチ。これは反則じゃないですね。あおっと落とす。ちょっといっナバーロ。一方的な展開になってきたかな。また大気攻撃。マウントパンチ。
また沖合こぼし式チョップカバーに行きます。 2.9 突然落ちる大気合戦足蹴り、そして4点ポジション、ヘッドバット場外線へ戻りますね。おっとパンチを打つ、そしてバックエル、バックスリーパー、動きが速い。突然落ちます。お、パンチ。これ反則ですね。おっと、マルシコイ。さあ、膝。太鼓がまた起き上がりこぼし式だがカバーに行きます。 2.9 スタミナに多分何があるはず。サイドスープレックス、あと起き上がれない、次の攻撃いけません、崩れ落ちる、そしてバックスリーパー苦しいぞ、ジーインベーダー、ちょっとまともに打撃食らってますからね。おっとと思ったらパイルドライバー、パンチ、ドロップキック、バックスリーパー決まってしまった。ということで、1月29日、山形県羽黒町大会までですね、あと2日、日立大宮大会、日立太田大会ですねと、1月31日神奈川県大和、すず大和車体体育館ですね、そちらが最後の試合となり、このシリーズ最後の試合となります。次回最終回となると思います、この、ニューパイオニアシリーズで。3月のシリーズルーテーズ杯予選後半戦となります。次回をお楽しみに。明日はおそらくウィーニングポスト、9/2021やると思います。ぜひ、そちらを見ていただければと思います。はい、そして、ぜひ、Twitch のアカウントフォロー、
お願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。 YouTube 2日後14日21時頃からプレミア公開いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタン Please This live archive My YouTube チャンネル2 days after、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX My アカウント Please follow and repost and good button please、ファイヤープロレスリングワールド、国際プロレスシリーズ、お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。